なんとリマちゃんにプレゼントが届きました。私が、お手伝いしているボランティアグループの事務所に届けてくださったということで、お手紙とお洋服頂戴しました。これですね、おそらくですね、手編みですね。すごい、超かわいい。ドキドキ開けます。お手紙、大切に読ませていただきました。こちらはですね、このお手紙を送ってくださったココちゃんのお母様の手編みということです。手足が長くて、こう胴も長いので洋服が見つけるの難しいんじゃないかということで、こちらは、抗菌で防臭の繊維のも、毛糸を使ってくださってるということです。わー、着てみよう。リマちゃん、襟のところもかわいい。じゃあ今からリマちゃん着てみます。どんどん、どうですか？お、あ、ぴったりじゃない？はい、かわいい。見て。いいね、いい色。リマちゃんにぴったり。これリマちゃん手作りだよ。これ着て散歩行こっか。嬉しいね。ありがたいね、リムちゃん。落ち葉にびっくりしてる。この、クレート大きめのに変えてます。で、滑り、あ、キナちゃん入ってくれたの、ありがとう。ちょっとキナちゃん泣いて失礼します。失礼します。はい、これで OK。 滑り止め OK です。キナ子、じゃあやってみようか。ハウスクッカー、イクちゃんですね。 OK、 これあげましょう。はい、どうぞ。オフクッカー、ハウスクッカー。はい、でね、この様子を今リマちゃんも見てます。はい、じゃあきなこ先生、はい、出て。きなこ、オフ、ステイ、ハウス、クッカー。こんな感じでお願いできますかね、リマさん。よし、じゃあリマちゃんやってみよう。リマ、リマ子、はい、おいで。おお、すごいじゃん。リマちゃんだいぶね、慣れたもんね。はい、お、開いた。徐々にね、入れるようになってます。で、結構大きめに買いました。前ね、小さかったから。
手前ちょっとずつやってるから全然ね怖がらずに中にも入ってるようになってるんですけど、まだね屋根はねつけられてません。すごいね、リマ中入るといいことあるね。リマちゃん中入るといいことありますね。すごい奥までねバッチリ入れるようになりました。かっこいいリマ、かっこいい。隅っこに置いたりして、はい、 OK。 これねご飯好きになってくれたからすごいねしつけしやすいんですよね。リマちゃんご飯にね興味がない子だとご飯でこう誘導することができないから、後ろ足も中入るかな。お、入った。うわ、いいかいいかいいか、全部入ったじゃん、全部入ったじゃん、いい子だったね。全部入った、怖くないでしょ。お、すごいすごいすごいじゃん、今日すごいいいですよ。賢い、リマちゃんね、やっぱね、ものすごく賢い子ですね。だってもうね、賢いって顔にね、書いてあるもんね、リマね。リマちゃん、賢い顔見せて、賢い顔見せて。すごい。ハウス。はい、上手さん、上手さん。よし、まで。ハウス。はい、か。上手。きなこも入ったら餌もらえると思って入ってる。そうだよね、ここに入ったらいいことがあるって学んだもんね。さすが、さすがきなこ。きなこ賢いね、賢いね、賢いね。そうよ、ちょちょ、これはでもリマちゃんのハウス、キーちゃんのハウスはあっちに住む小さいのがあるでしょ。さっきあげたじゃん、キーちゃん。いや、もう賢い、本当にあなたは学べの賢いよね。入ったらもらえるってね、思ったんだよね。合ってます、合ってます。それはやっぱりね、リマちゃんの方が大きい、だいぶ大きいんですけどね。あれ、キノコの下に引くもんないね。どこ出てたの。 OK、 キノコカンカングーカー。これもよいしょ、リマちゃんが引っ張っていってたみたいですね。なんかね、こういう布毛を引っ張って持ち運ぶのが好きみたいなんですね、リマちゃん。はい、じゃあこれがキノコ先生で、リマちゃんは今屋根なしです。頭ね、上撫でられるの嫌だったんですけど、今はできるようになりました。いや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 、グイ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 。ねえ、リマちゃん、ちょ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 。抱っこして抱っこして、あ、うーって言われちゃった、きなこさんに。きなこさんに気使ってリマちゃん去っていった。そうね、こういうの見るとね、ちょっとかわいそうだから、やっぱ先住犬がいないところがね、いいのかな。きなこさん、そこで見張ってるの。